ミロンエア406便墜落事故は1996年10月22日にエクアドルで発生した航空事故である。マンタ空港からマイアミ国際空港へ向かっていたミロンエア406便が離陸直後に墜落し乗員乗客4人全員と地上の30人が死亡した。事故機のボーイング七百七から 323C は年に 製造番号19582として製造され、同年初飛行を行っていた。10月27日にアメリカン航空に納入され、1989年10月にミロンエアに売却された。N751MA は少なくとも2度のインシデントに巻き込まれていた。一度目は1995年に起きたもので、離陸の35分後にエンジンが故障した。 二度目は事故の約8ヶ月前の2月22日に発生したもので飛行中に油圧を喪失し前足が出ていない状態でマイアミ国際空港に着陸した。また連邦航空局の記録によれば事故機には腐食やひび割れといった問題も抱えていた。406便には機長と副操縦士、航空機関士、ロードマスターが登場していた。機長は3年前から ミロンエアに勤めていた男性で、飛行教官としての資格も保有していた。406便には冷凍の魚などの貨物が積載されていた。墜落現場、CDT21 時44分、406便は滑走路23から離陸した。離陸直後に、機体は高度を失い、カトリック系のラドロローサ教会の首脳に激突した。406便は、 空港近くの住宅街に墜落し、炎上した。残骸は数十件もの家屋に飛散した。事故により、乗員4人全員が死亡し、地上で少なくとも、教会の司災を含む30人が死亡した。また、少なくとも50人が、火傷などにより負傷した。エクアドルの民間航空局が、事故調査を行った。調査には、国家運輸安全委員会、連邦航空局、 ボーイング、プラットホイットニーが参加した。事故を目撃していた、露天商の男性は、機体が炎に包まれた状態で墜落したと証言した。最終的に当局は、エンジン故障が、事故原因であると断定した。マイアミに拠点を置く、ミロンエアは、過去に数度のメンテナンス違反をしていた。連邦航空局によれば、過去10年間で50回以上の警告をしており、 1984年以降には4万9000ドルの罰金を支払っていた。また、この事故の1年前には、ホーセット航空にリースされていたミロンエアのダグラス DC-8 から54回がグアテマラシティで事故を起こし、6人が死亡していた。事故後、ミロンエアは運航を自主的に停止した。ありがとうございます。